おはこもはるちゃん、ゆうです。今回はですね、純伝説環境がついに始まりましたので、このハチマキパオジアンを使ってね、対戦の方やっていきたいなと思います。まあこっちは初手パオジーから行かせてもらって、裏に、スカーフを持たせた羽ばたく神ラスイチどうしよっかな。ラスイチ、トドロク月とかに積まれてもなんやかんやできそうなヘイラッシャー、またはなんだっけ、レアコイルの古代の姿に強く出れるディンルーなんだけど、まあ、今回はヘイラッシャーにしますかね。はい、どうも方よろしくお願いします。さあ初手地をハウハね。かわいいなこいつ、ほんと。まあ普通に氷テラスタル、氷テラスタルつらら落としでぶっ飛ばしに行きますかね。相手のパーティーなんて関係ない、タイプ相性を超える、これが古代ハチマキ。この、パオジアンってポケモンが場に出た時に災いの剣って相手の防御を、1.3 倍下げる、まあ 4分の3下げるなんで、そんぐらいだったと思うんですけど、下げるっていうめちゃくちゃ強いワンパン。そう、こんな感じで氷テラスタルツララ落としで大体貫通するんですよ、その特性のおかげで。今回の構築としてはこんな感じで、ハチマキパオジアンを初手にぶん投げて、テラスタル切って相手のパーティーてかポケモンを荒らしてから、最後にスカーフ羽ばたく神の滅びの歌やら何やら詰めるっていう構築なんですけれども、マジでこのパオジアンがやばい。剣盾にザシアンっていうバグみたいなポケモンがいて、まあ、素早さ種族機が148だっけかな、148だか138で、かつ場に出た時攻撃が1段階毎回上がる、攻撃が1段階上がるよっていうポケモンなんだけど、そいつほどとは言わないけど、そいつレベルで火力が出る。これあれっすね、ヌメル出てきたってことは、なんか直気やら何やら、なんかテラスタルを切ってうんたらかんたらだと思うんで、まあ引いた方がいいと思う。いや、つらら落としを押すね。そういう構築なんで、つらら落としを押します。さあ、相手テラスタル切ってくるが、格闘かな。あ、水か、水、いや水か、いや半分ワンチャン入るぞ。ハチマキパオジアンはねやばいっすよ。相手のテラスタルなんて関係ない、タイプ相性をもろともしない。カッコ2回目ハチマキスラロー投資めっちゃ入った、強っ。王者はねー、さよならば。耐えたー、嘘、耐えた。いや、パオジアンってめちゃくちゃ火力あって素早さもあるんですけど、耐久めっちゃ、耐久全然ないっすよ。耐えたねー、さすが純伝説。いや、素でびっくりしました今、耐久の方も。いや、耐久もある、火力もある、本当にこいつザシアンだわマジで。頭に雪の結晶をつけてるだけで相手のパーティー半壊してったわ。ラスイチ砂の毛皮、まあつらら落とし連打でいきましょうか。さあ、高さん選ばれました、対戦ありがとうございました。さあ、相手の方よろしくお願いします。純伝がいない嘘だろ、ただなんかドラゴン三強みたいなのがいる。あれはドラパルとガブリアス、カイリュウ、ドラゴン三重士を連れてきたよドラゴングッドスタッフですね相手。まあ勝手に俺がそう呼んでるだけなんですけど、まあドラゴンには氷タイプってことで、パオジアン初手に投げてかな。パオジアン初手投げて、なんか、カイリュウとか、ガブリアスに積まれた時に強く出れるヘイラッシャー。全体的にあと刺さってそうなので、ディンルーかな、これは。ディンルーいけるよな、多分、この感じ。ドクテラスディンルーでなんやかんやいけそうな気がする、これ。
うん、これディンルーいきますか。ディンルーにしますわ。このディンルーとパオジアン、ヘイラッシャの、あ違う、これだったら羽ばたく神でもいい。いやまあいいや、もうこれでいいや適当相手はちょっとボルカロニア、ウルガモスですね。こちらはパオジアンです。タイプ相性上ガンフリですね。いやなんなら普通にガンフリですね。これ普通に一回ヘイラッシャーに引きますか。判断が早い身代わり超枚とか合わせられてちょっと嫌だけど、タイプ相性上ヘイラッシャーが、ああオッケー、あーまあまあ超枚ならまあまあまあ、ヘイラッシャーには関係ないんで、そのための天然マジこのお魚さんさ、ちょっと毛嫌いで2シーズンくらい使ってなかったんだけど、改めて使うとめちゃくちゃ強いっすね。はい、身代わりされた時ケアしたいんで普通にウェーブタックル打とうかな。いや自信にしますか。ここ相手テラスタル切ってきました。フェアリー、フェアリー、オーケー。蝶の前めっちゃ積むな。いやヘイラッシャーには正直関係ないっすよ。関係ないんだけど、なんでこんな蝶の前積んでんだ。天然を知らないのか。ナマズ、ナマズの力見せるときが来た。買った HB、 HB っすねこれ。いやこれあくびあくび流しありだな。これあくび流しますか。ごめんなさいなんかめっちゃ舞うやん。なんでそんな舞ってるんだ。ちょっとわからねえ、俺にはわからねえ、なんでそんな舞うんだ。なんでそんな死ぬほど舞くの。マジでマジでわからない。助けて助けて、わからない。何やけくそか。ちょっと待って、怖い、助けて。じゃあなんかあ倍速かかってると思うけど、コモンの実何故に超マイ連打してるの。ちょっとじゃあ相手がなんか超の舞連打して突っ張って眠ったんすけど、ちょっとここら辺で4月ということでね、まあ多分今月から新社会人とかね、まあ入学して高校生とかね、大学生デビューする方も多いと思うんで、その中でも現役社畜のねこの俺から新社会人へのね一個だけアドバイスをねしたいなと何様だお前メモめっちゃ取りな本当にメモ取っとくと後から自分で見返して、その分からないこととかもね自分一人で解決できるから、その仕事をするね速さも上がるし、あと何よりその他の人に聞かなくていいから、そう社会人って結構さ目上の人とかがさ多いと気使っちゃってね、喋るのもさ気づかれしちゃう方なんか多いみたいなんで、メモしとけばね分かんないことあった時にそういう先輩とかにね、まあ聞かなくても済むんでね、自分で解決できるようになる、まあ、めちゃくちゃメモは取った方がいいですよ、ね、はい、ちょっとしたアドバイスです。いや畑落とすしてきそうだなこれ。一回守るのありっすね。とりあえずあくび打ちますか。なんかまあ畑落とすを打ってきそうな、レンジ波避けたナマズ、ナマズこの大きさで避けた。かわせってレベルじゃねえぞ。こんなとこでお前かわしたら周りの壁ぶち抜くぞさ あくびを負けましたんで、無事鉄の武人はこれで流せると思うんですけど、まあ海竜とかいた時に地震だとすかさえじゃんで、ウェーブタックル打ちますか。ゴール、ゴールデンゴー。さあ、サーフ号来た。ウェブタッコーパワー、いいダメージだ。食べ残し。これあれか。身代わりサーフ号っすね。身代わりをしてくるタイプのサーフ号。よかった。テラスタル切んなくて。
あ、でも相手でも虫テラス切ってるんか。そっか、テラサル切ってんのかも。このウルガオスにも切ってるから関係ねえか。ちょ、地震打つか。じゃあ電磁波、ちょ電磁波連打してくんだけど。何、電磁波サイクル相手。何、新構築電磁波サイクルだ相手。体がしびれて動けないが、地震連打っすねー。ここはオッケー、たたってきた。よし、やっと来た出番。多分カットしてると思うんですけど、はい、今電磁波たたり目サーフ号にヘイラ社がやられたとこっすね。さ、ここで行きましょう皆さん。我らがパオジアンの登場です。レッツゴー。相手が HB サーフ号だと思うので、まあ、HB を前提に計算をするんですけれども、まあこれ実はですね、テラスタル切んなくてもハチマキ噛み砕くじゃねえじゃん。ちょっと待って、地獄好きやんけ。ちょ、噛み砕くになってね。まあいいか、地獄好きで終わりっす。あよっ。この火力、いや、タスキならねこれね倒せてないんですよ。タスキだと相手の HB 特化のサーフを倒せないんですけど、これハチマキの強みっす。意地っ張りハチマキパウジャーの強みっす。アイランバリアント来た。これはもう地獄好き連打っすね。ラストドクテラスディンルーではめ殺せるんで、これ連打してパウジアンさんには終わってもらって。主役の扱いの雑さ。じゃあほとんどがさ、ヘイラッシャーが悪病してる間に俺が雑談してる動画になってきやすいけど、まあね、最後の最後にちょっとした強みを見せれたんでいいんじゃないでしょうか。さ、災いの器で弱めて、ここテラス間髪入れずテラスタル切ってテラバース打ちましょうか。さ、器の上にドクロ乗せて、この直帰人類1戦目にも話したと思うんですけど、今度動画にするんですけど、マジで強い。本当にみんな使った方がいいです、これ。電磁波来た。いや、テラスタル読みの電磁波かな。よく電磁波打った、地面タイプに。まあ問題ないっすね、これは。これは別に問題ないっすね。テラバレンダでいいっす。麻痺っても問題ない。こっから8連麻痺とかして人類が動かなければ済むけど、ウンフォではね死なないから大丈夫。ということで、相手の方対戦ありがとうございました。まあ、ハチマキパウジアンね、さっきみたいにね、本来タスキでは倒せないようなね、まあ、ポケモンにもね、まあ、HB の耐久ポケモンとかもね倒せるんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。